ポール・トーマス・アンダーソンは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。世界三大映画祭すべてで、監督賞を受賞している。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父親は、俳優、司会者のアーネスト・アンダーソン。9人兄弟の3番目で父と特に仲が良く、12歳で、ビデオカメラを買ってもらい、映画監督になる夢を支援されていた。 ティーンエイジャーの頃から脚本を書き始め、ニューヨーク大学に入るはすぐに中退。テレビ番組のプロダクションアシスタントなどを経て短編映画を制作するようになる。1992年に撮った短編、シガレッツコーヒーがサンダンス映画祭で注目されると、ハリウッドから声がかかり、本作をベースにした長編映画、ハードエイトで長編映画監督デビューを果たした。 また、本作には、後に、数多くの作品で共に仕事をすることになる、ジョン・ C ・ライリーや、フィリップ・ C ・モア・ホフマン、フィリップ・ベーカー・ホールらが出演している。その翌年には、監督2作目として、10代の頃に書いた、短編、ザ・ダーク・ディグラー・ストーリーを長編に作り直し、ポルノ業界で生きる、人々の光と影を描いた、ブギー・ナイツを発表。 本作で当時ハリウッドでは過去の人となっていたバートレイノルズや逆にハリウッドで注目され始めていたジュリアン・ムーはマーク・ウォールバーグら若手他にも前作の出演者らを起用し演技、脚本、演出、音楽で高い評価を獲得この作品のスマッシュヒットで一役なお知られる存在となりアカデミー脚本賞にもノミネートされる作目のマグノリアでは トム・クルーズらスターを起用し、一風変わった10人の主人公の24時間を、エイミーマンの曲に乗せて描く群像劇を演出。工業的にはやや振るわなかったものの批評家には、高い評価を受け、第50回ベルリン国際映画祭で、金熊賞を受賞し、トム・クルーズには、ゴールデングローブ賞助演男優賞をもたらした。4作目の、パンチドランクラブでは、 アダム・サンドラーを主演に迎え、悲壮感を抱えた男をシリアスに演じさせて新たな一面を引き出させた上に、その強烈で一風変わった世界観も好評を博し、カンヌ国際映画祭監督賞を受賞した。5作目の、ゼア・ウィル・ビー・ブラッドでは、ベルリン国際映画祭監督賞をはじめとする多数の映画賞における監督賞を受賞。非道な石油王を演じたダニエル・デイ・ルイスは、 米国の主要映画賞を総なめにし、第80回アカデミー賞で2度目となるアカデミー、主演団優勝を受賞した。他にも、最多8部門でノミネートされていたものの、受賞は、主演団優勝と撮影賞の2部門のみに止まり、作品賞や監督賞は、同じく最多8部門でノミネートされていた、公演兄弟のノーカントリーに奪われた。しかし、 英国のトータルフィルム誌など、00年代最高の映画と推す、批評家も多く、ABBC が選んだ、21世紀最高の映画100本では、第3位に選ばれている。6作目の、ザ・マスターでは、新興宗教の教祖とそのカリスマ性に、引き寄せられていく男を描いて、第69回ベネツィア国際映画祭で、 監督賞を受賞し、ホワキン・フェニックスとフィリップ・シー・モア・ホフマンが同段優勝を獲得し、アカデミー賞では上記二人とエミー・アダムスに演技部門でのノミネートをもたらした。それと同時に、本作によりわずか六本のフィルモグラフィで世界三大映画祭すべてで監督賞に輝いたケウナ映画監督となる。七作目にアメリカ最高の文学者の一人として知られる。 トマス・ピンチョーンの小説、L.A. バイスの映画制作に取り掛かり、2014年に、インヒアレント・バイスという題名で、全米公開。主演は前作に続き、ホワキン・フェニックスが務めた。ピンチョーンが自作の映画化を許可したのは、これが初めてである。本作では、アカデミー脚色賞に、ノミネートされた。8作目では、ゼア・ウィル・ビー・ブラッドでタッグを組んだダニエル・デイ・ルイスと2度目の、 タックを組み、1950年代のファッション業界を描いたファントムスレッドを監督した。ダニエル・デイ・ルイスの俳優員退作ともなる本作は、第90回アカデミー賞において、作品賞や監督賞を含む6部門にノミネートされ、衣装デザイン賞を受賞した。歌手のフィオナアップルと交際し、彼女の PV を何本か手掛けたが、現在は、 女優のマーヤ・レドルフと事実婚関係にあり、二人の間には4個がある。家族の機能不全、社会からの阻害や孤独、疑似的な不死関係といったテーマを扱うことが多い。手持ちカメラによる常に移動しながらの撮影など、大胆な視覚効果が特徴。全作品で、自ら脚本も手掛け、多くの作品で制作にも名を連ねている。マーティン・スコセッシロバート・アルトマン。 ジョナサン・デミ、スタンリー・キューブリック、オーソン・ウェルズといった映画監督からの影響を挙げている。特にマグノリアの群像劇演出はロバート・アルトマンの影響を受けており、ジョナサン・デミのメルヴィンとハワードはハード8のインスパイア元となり、ザ・マスターではバイクで失踪するシーンがオマージュされている。特定の俳優を複数回にわたって起用することが多い。 5作に出演しているフィリップ・シーモア・ホフマンをはじめ、メローラ・ボルターズ、ジョン・シー・ライリー、フィリップ・ベーカー・ホール、ルイス・ガス・マンラーが3作以上で、ジュリアン・ムーア、ウィリアム・ H ・メイシー、ホワキン・フェニックス、ダニエル・デ・ルイスらが2作以上で、仕事を共にしている、常連俳優である。ありがとうございます。